はい、ショーレです。こんにちは。今ですね、どこにいるかと言いますとですね、シャルル・ド・ゴール空港ですね。何かと言いますと、パリコレですね。年に2回のね、ファッションウィーク始まりましたよ。ちょうど今、荷物をピックアップしたところで空港にいるんですけども、まあ見てちゃんとあります。今回はロストバゲージがございませんでした。これだけでもなんかちょっと気持ちがすごく楽ですね。もうなんかちょっと阪神タイガースみたいになってますけども、狙ったわけではないんですけどもね。第一関門突破。はい、今無事にホテルに着いて、いろいろ、荷ほどきなどなど終わったところでした。嬉しい。今んところ何もない、トラブルなしです。いや、珍しいからちょっと嬉しくて、幸せすぎて怖いって感じなんですけど、今日はですね、何するんだっけな、トモコイツミのプレゼンテーションが S モードのパリ校であると言ってたので、まずそれ見に行って、で、その後に、いつもパリに行ったら絶対会う瀬尾さんですね。瀬尾さんのところに、セイハローしに行きたいなと思ってます。とりあえず、パリのホテルで見ますか？すごいちっちゃい。今回、びっくりするほどちっちゃいんですけど、私史上最大にちっちゃい。あと、こんな感じ？ルームツアーするほどもないくらいに何もないんですけれども。あれですね、前回同様、罪ですね。これめっちゃ使う。やっぱりこれね、旅行にはこれ持って行った方がいいなという便利アイテムでしたね。この罪の何でも入れケースね。家にあるものそのまま持ってきた感じです。最近使ってるエステダム、あとエンビロンですね。これも最近使ってますね。あとエルメスのと、これなんだっけ、あ、ヘアオイル、バーム、これさっきね、エミレスでもらったやつですね。今回の匂いはですね、ディプティークですね。この匂い割と好きなんですよ。この匂いで1週間過ごそうと思います。今日着てるものはですね、エクストリームカシミアのニットを暖かいと思ったから、カルデンです。で、こちらが私のフェスタンです。で、ドライベーです。行きます。はい、着きました。着いたところはここです。エースモード。ここで、ともくんのプレゼンテーションがあるということなんです。あ、こんにちは。お疲れ様です。あ、ともくんだわ。よかった、間に合った。ありがとうございます。さっき来たパリに。今回どんな感じですか？今回こんな感じなんですけど、はい。おお。ペインティングを、ペインティングで作ったドレス。どういうこと？四角いフリルの布に手で絵を塗って、はいはい、それを手縫いとかで形を整えて、立体にしたってことか。まあ、スカートにしたりドレスにしたりしつつ、うんうんうん、12月の自分の東京の個展ではドレスじゃない見せ方で展示し、うんうん、また違う絵になるってこと？そうですね、立体作品とかになったりします。うんうん、これをじゃあこういう立体に落とし込むって、もう一回。そうです、そうです。初めて聞いた。だって絵を立体にする人っている？私は聞いたことないけど、ね、本当にドレスにペイントしたっていうのか、ペイントをドレスにしたっていうのか、まあ、どちらでもあるし、うん、どちらでもないみたいな、はっきりカテゴライズできないものこそ、やっぱりこう新しい価値を生む可能性があるかなと思って、まあ、なんかそういうものを目指してやって見てます。ありがとうございます。ありがとう、パリ。めっちゃ天気いいやん。めっちゃ天気いいやん。めっちゃ天気いいやん。今日はですね、9月26日ですね。パリコレ、正味2日目なんですけども、今からどこに行くかというと、今日はピーター・ドゥ、CFCL、マメちゃんですね。マメ行って、ディオール行って、アンリアレイジっていう感じですかね。ちょっと盛りだくさんなんですけども、頑張ります。でもなんかね、すっきり寝たので、結構時差ボケもなく、いい感じです。ちょっとピーター・ドゥーに来てみました。もう、こんな感じ。こんな感じでございます。
いろんなパターンが見えてる。大盛況、人気やね。人気だね。こんな感じなんだ。いや、ちょっとびっくりした。なぜピーターズがさっきこんなにわーわー言われてたか、人気だったかっていうのを、話してたんですけども、英語圏の人、アメリカ圏の人のジャーナリストが結構いっぱい来ていて、でその人たちがこう応援してるみたいな感じなんじゃないかなって、自国のブランドを応援したいみたいな感じなのかなと、そんな感じでした。そして次来るのはですね、CFCL の会場に来ました。なんかいろんな文字が飾ってあります。あとなんだろう、この人がなんか音楽する感じですかね。いつもの CFCL の素材を使いつつもカテラリングがあったりとか、すごい色を抑えたコレクションだなって感じですかね。今シーズンすごいシックになってるというか、色の薄い感じの素材の薄い感じも出たりして、結構透け感のある素材になってますね。ザ・CFCL の感じですかね。なんか色を抑えてシンプルにしてる分、よりこう素材感が引き立つコレクションになってるんじゃないかなと思いますね。アームウォーマーでこうトゲトゲしいやつが出てくるんですけど、これ可愛くないですか。これモケモケしたやつ、かわいい。この色合わせいいですね。CFCL 今回ニュートラルカラーが新鮮でしたね。あ、確かに確かに、はい、高橋君おめでとうございます。おめでとうございます。コングラチュレーション。個人的にはどんどん私好きな方になっているかなと思いました。色の使い方だったりとか、あとシルエットだったりとか、キラキラした感じ、まあキラキラしたの好きなんですけれども、なんか好きな感じでした。ということで、あ、見てもらっていいですか、見てもらっていいですか。だー、私の好きな景色、ドン、ドア、パリでーす。ここからね、見るね、エッフェル塔がね、私一番好きなんですよね。綺麗、パリ来たって感じしますね。マメちゃんのショーに、来てみます。ちょっと早く来たので、時間あるっぽい。どうしたんでしょうか、この人は。このファッションを通して世間に伝えかけたいことがあるんでしょうか。心の目で見ろみたいな、そんな話ですか。違いますね、完全に違いますね。そしてミニスカート、ミニスカート、そりゃそうだっていう。はい、じゃあネギさんです。ネギさん、今回のファッションウィークの自分的目玉は何でしょう。ドリスバンドってがちょっと気になる。あ、気になる、気になる。私も明日、明日、もういい匂い、超いい匂い。尾形ティー、わーい、おいしそう。あ、マメちゃんが何かプレゼンテーションしています。元気？元気です、ありがとう。さっきなんか、誰がプレゼンテーションしてるんだろうとか、マメちゃんや。シャツになんか、エンボス加工みたいになってる。生地めちゃめちゃ凝ってますよ。
子みたいな素材感ですね。この部屋アレンジ可愛いですね。生地の加工がすごい。ありがとうございます。素敵でした。じゃあね。すごいお出迎えしてくれるって優しくない？初めて新しい。新しい斬新。はい、よしみ。お疲れ様です。まめちゃんどうでしたでしょうか。とっても素敵でした。だからなんからしいなんかテキスタイルの素晴らしさが光ってて、うんうん、日本のことをインスピレーションしてるとか、エンボスの花柄とか。あ、だからエントランスに瀬戸物のちょっと割れたやつみたいな。なるほど。デニムのルックとかすごい似合いそう。ありがとうございます。はい、チューリーに来ました。ディオールの紹介状なんですけれども、ちなみにですね、街がね、いつも以上にぎわっているのはですね、これですね。ラグビー、ラグビーをやってるからなんですね。なので結構盛況でございます。街が結構ワーワーしてますね。チューリー、ほんとこんな感じのジャムでございます。ジャムジャムでございます。すごい。いけるかな。ちょっと集中して撮りたいと思います。多分またアイドル的なものを見ようとすごいことになってます。わかりますか、ね、誰かがいるっぽいです。はい、はい、ですね、さっきディオールのやつが終わってちょっとティクティクしてよく行くカフェ来てみました。ここです。分かる人はいるんじゃないでしょうか。正味ね、まだまだ全然長いのでゆっくり行きたいなと思います。はい、今日ラストのショーですね。アンリアレイジですね。紹介所はね、結構人がいますよ。こんな感じです。始まりました、アンリアレイジです。白かと思いきやアンリアレイジ のロゴが浮かび上がってきてたんですね。今気づきました。アンリアレイジの時のパッチワークが、色変わるのも素敵だけど、もう私これ形として好きですね。このパッパした針葉樹、針葉樹、これはパッチワークシリーズですね。あ、ナイロン脱いだ。でした。てっぺいくん、今回スタイリングてっぺいくんなんですけど、アンリアレイジどうでした？アンリアレイジの前回、ゆうちゃん見たと思うんですけど、光が当たることによって、色変わるみたいな、ガーメントの色が変わるっていう表現手法の続編なんですけど、今回透明の PVC のシェルがじわっと浮き出るように、ね、なんでまあそのどちらもそのスタイルとして成立するように考えたっていうのがポイントっていうか、どっちがどうではなくて、どっちも成立して可愛いみたいな、そう、シェアにするようにっていうのを考えます。
ありがとうございます。素敵でございました。ありがとうございます。はい、で今アンリアレージが終わって、カフェに来てるんですけども、こんな感じです、ね。でなぜカフェにいるかと言いますですね、私 の力強い味方ですねがいるんですね。どんどんどん。はい、改めまして、お名前と、職業ではないけど属性を属性教えてください。はい、慶応義塾大学3年の安藤優衣です。優衣ちゃんです。お願いします。今はフランスのエセックっていう学校でマーケティングとかマネジメントの勉強に交換留学で入っています。はい、私と優衣ちゃんが会ったのが東京の S モード、はい、S モードでちょうどパリに行きます、9月から行きますって言った時になんかお手伝いがしてもらえることになってっていうことですね。私の人生初めてのアシスタントです。ゆうちゃん服好きなんですけど、服好きになったきっかけ教えてください。はい、私はもともとおばあちゃんの服が大好きで、へー、いろんな服を買ったりいろんな服を着て学生の服が大好きで、うんうん、私が幼稚園から小学校の頃に着ている洋服を全部おばあちゃんが手縫いの洋裁で作ってくれて、すごい、それを真似して自分で作ってみようと思って専門学校でラブインスクールしたりして、うんうん、どんどん好きになりました。そういう人に手伝ってもらって私も幸せです。よろしくお願いします。お願いします。パリコレ3日目ですね。今日は盛りだくさんですよ。どこ行くかと言いますと、マルニェの初めてのパリでのショーですね。からのトゥリスワン乗ってん、トゥリスワン乗ってん、トゥリスワン乗れん、うわー楽しみに行って、その後にアンダーカバー行って、最後はアクネですね。嬉しい。もうスペシャルコンテンツ揃いなので、ちょっと気合い入れて臨みたいなと思います。行ってきます。あらっとはい、今マルニの会場の近くにいます。もういっぱい、もういっぱい、ルックも62ルックぐらいあるんで、ファーストルックです。近いな。意外にもすごいミニマリズムだった。もっとこうカラフルで柄みたいの来るかなと思ったら、でもこのジャケットかっこよくない、レザーっぽいの。マルニっぽいの来ますよ。あと髪型もちょっと見て、起きたてまんまみたいな。あー、おはよう、おはよう。右先輩ついちゃってるようにしたいで。スーパーミニいいですね、ほら尻ちょっと見えるくらいの可愛くですね。あ、これぞマルニって感じの来ますよ。ちょっとクラシカルです。テーパード入ってたりとか、ほら足もちょっとフレアな感じ。すごい構築的なのが来ますよ。ほら、行く順番間違えてるのが合ってるのか、順路を間違えているのはモデルさんのうっかりなのか演出なのかちょっと分かんないですけど、でもなんかこうカオスな感じですね。ガラガラしてる感じ。これもテンション高いの来ましたよ。あ、これわざとですね、多分一人だけちょっとノイジーにさせるとかあるなと思います。すごい演出。あ、これもすごい。あとメイクも可愛いんです。見てくし、ファンコールついてるやんけー。わー、これすごい。いたいたいた。フィナーレです。なとかと思ってたんですけども、ちょっとまさかの 4,50 分遅いですね。次のドレスに間に合わないかもしれないです。ちょっと急ぎます。そうでます。ここで会ったついでなんで、はい、さっきのマルニどうだったでしょうか。
いや素敵でした、まあ、会場も、うんうん、カール・ラガーフェルド大先生のプライベートヴィラ、うんうん、あそうなんだ、そのお庭に入れて、うんうん、人によっては中のお屋敷にも入れて、でああいうちょっと、宇宙的なっていうかちょっとスペーシーな演出 で、うんうん、でオーケストラ、まあ、東京の時と似てますけどね、うんうん、非常に良かったです。さすがプロフェッサー、エモーショナルなショーでしたね。ありがとうございます。無事ドリス・ヴァン・ノッテのショーに着きました。栗野さんたちに連れてきてもらいました。ありがたい、ね、ドリスはねちょっと廃墟みたいな何かしらなんかすごいよ、リノベーションされる前の建物みたいな感じですかね。もう結構入ってますね。よかったこのタイミングで行っといて。見てこのカメラの数、超人気。こんな空間に香織です。フリーランスのファッションジャーナリストをやっています。お願いします。今回、丸2章拝見したかなと思うんですけども、いかがでしたでしょうか。チェックが、うんうん、やっぱり丸2のアーカイブを彷彿させるような形感に感じる感じで、フォルムがやっぱり新しかったですよね。体にぴったりとしたコンパクトのものもあれば、極端にボリュームを作ったものもあって、うんうんうん、ちょっと踊り出してくれるような楽しさもあったし、幸せになれるようなコレクションだと思います。ありがとうございます。シンプルに振った感じがします。前回はもっとキラキラふわふわした感じだったんですけど、今回は本当シンプルな感じでも多分ここから来るんじゃないかなと思います。ジャケットの襟を締めてる感じ良くないですか。やっぱ何を着るかではなくどう着るかですね。パンツ長くない？この柄使い良くないですか。ラガーシャツシリーズも私ちょっと気になりますね。今回のショーはパッと見っていうか、噛み締めれば噛み締めるほどその良さが分かってくるというか、こうスルメみたいな良さがありますね。言い方っていうのか分かんないけどね、じわじわ来るって感じ。ああ本当に素晴らしいショーでしたね。自分が気になったのは、うん、ラガーシャツ、うんうん、ネクタイ、あれすごい気になりましたね。いい服っていうのは感動します。感動しますね。もうトリスワールド最高ね。ジャージ、うんすごい新鮮で、確かにあんま出さないよね。ありがとうございます。すごいアンダーカバーの世界観がすごいっすよね。すごいファーストルックです。透け感のあるパンツですね。こちらもなんか透け感のあるジャケット、これも透け透け、あれかな、シャンデリアにベールかぶしてるのもそういうちょっとメタファーが込められてるんですかね。顔の上部分もねベールがかかってるんですよ。ここからは絵画シリーズみたいな。他なのかな？いや、大きい絵を大きくしよう。なんかモコモコ素材に顔のない顔が、これなんか私ジョニオさんのあの絵画のエキシビジョンで見たような気がするんですよ。アンダーカバーの得意なこうコアかわいい世界観みたいなのがバラに雲ついてんねん。スカートが提灯みたいになってる。
たね。すっごいかっこいいなと思いました。結構もう盛況です。ブエーン、ブエーン、ファーストルックです。全身マスク白デニムを着ました。ミニデニム白、フランスといえばデニムですね。それがヒールにも使われてたりとか。あ、ヒールあったんだ。ヒールも多分あれよく分かんなかったんだし、透けてたのかメタルの、うん、同じ素材のメタルのああいうのだったのか分からなかったけど、まあそれもよかった。ゆうくんよく見てるよね。一応仕事なんで。いや本当靴まで間違ってたらごめんね。いやいや全然楽しかった。ありがとうございます。じゃあね。今無事、ホテルの方に戻ってきました。いや今日頑張った。疲れた。ただなんかいい疲れだなと思います。トレンドなるものもあのランウェイの方ではちょっと見えてきたかなと思ってきてます。でストリートで言うとまだまだちょっと手探りな状況で、暗闇の中を歩きながらストリートスナップって感じでいいですかね。とりあえず、パリコレレポートボリューム1はそんなところでした。ボリューム2、3もまたまた引き続きお楽しみに。じゃあねー。